なたちゃんたち今回すっごく頑張ったから、そう言ってもらえて嬉しいな。あれはかなたちゃんにしか演じられないと思う。家でいっぱいはるかちゃんと怪盗ごっこした成果だよ。そう、かなたちゃんが怪盗で探偵のはるかちゃんと対決するんだ。最初はね、怪盗っぽいかっこいいポーズを一緒に考えたよ。登場する時のポーズは大事だからね。あとはマグカップをお宝に見立てて、はるかちゃんに気づかれないように隠したりもしたな。怪盗としての技術を磨くためにかくれんぼや鬼ごっこも欠かせないよね。さらには変装をしてみたり、怪盗のカードのデザインを2人で考えてみたり。あ、もちろん普通に台本読みを手伝ってもらったりもしたよ。うん、はるかちゃんはいつもかなたちゃんの応援をしてくれるの、感謝してるんだ。宇宙一の自慢の妹さんだよ。楽しかったな。いつか怪盗が主役のミュージカルもやってみたいな。え、違うよ。それはもうはるかちゃんがお姉さん思いないい子だからこそだよ。楽しかったな。いつか怪盗が主役のミュージカルもやってみたいな。警備の厳重なお宝を予告通り華麗にいただくんだよ。あ、金庫破りをしても面白そう。私に盗めぬものはない。なんて、伝説の大怪盗なんてかっこいいよね。でも、最後に盗むのは、どんなお宝よりも魅力的なもの。あなたのハート、なんてね。